どうもラブチンです。ロマンサガ2やっていきます。よろしくお願いします。さあ発売から2日が経ちまして、ラスボスの手前まで来ることができてます。パーティーですけどもこんな感じで行ってますね。すごくベタなパーティーなんですけども、まあベタが無難ということでこれで行っております。HP が1000弱で、BP も500弱ぐらいまでは上がってますね。んでもって装備ですけども、アタッカーはすべて素で、で、一人、ヒーラーバッファーを入れてる感じですね。まあ、これもすごくベタな感じになってるんですけども、まあまあ、一周目はこんな感じでいいかなと思います。で、今ね、レベル上げをしておりまして、今日はそこに行きたいと思います。各シリーズで美味しい場所って違いますよね。今回はここが美味しいかなと思います。氷の遺跡ですね。ここが無難に弱くって、で経験値も結構もらえるので、ここで戦ってます。ただ動きにくいっていうのはあるんですけどね、動きにくいっていうのはあるんですけども、まあ慣れれば大丈夫かなと思います。で戦い方は基本的にカポエラキックのみですね。カポエラキックのみで、戦っていっております。まあ、すごく作業的な感じになるんですけども、まあ、レベル上げはこんなもんでしょう。もうちょっとね簡単な方法があればいいんですけども、おそらくないですよね。もうコツコツと戦っていくしか方法はないかなと思います。まあ、これ以上美味しいところがあれば何かコメントで教えていただければと思いますね。で今は素手が80ぐらいかな、素手のレベルが。なのでとりあえず素手のレベルを99まで上げて、でその後に、別の武器を上げていこうと思います。まあ一応体験も60ぐらいまで上げてんのかな。まあ、素手の後は体験、まあこれもまたすごく無難っていうかベタな装備なんですけども、それでやっていきます。まあもしかすると、今回は別の武器種がすごく強いのがあったりするかもしれないですよね。まだ全部完璧に触りきってないので、もしかするとむちゃくちゃ強いのがあるかもしれない。まあ、それもちょっとね探しながら行きたいと思います。であとね、全クリの後に何かあの七英雄の武器が入手できるっていう話がありましたよね、発売前に。なんで、うわやば、おおセーフ、危ない。なんで武器をねちょっと探していく動画なんかも出していこうと思います。でここはあれだね、魅了と混乱が来るので対策はある程度打っていかないといけませんね。よし、まあまあまあこれレベル99にするのはちょっとかかりそうだけども、まあ1時間2時間すればいけるかな。まあ、とりあえずやっていきつつ、今日中に全クリをしていきたいと思います。まあ、全クリはね全然余裕でできると思いますので、まあ、その後の感じをまた動画にしていこうと思います。あ、ちなみに難易度ですけどもノーマルでやってます。一番難しいやつでいこうかなとも思ったんですけども、まあ、本当久しぶりにやるのでノーマルぐらいでいいかなっていうことで、それでやってます。まあ、2周目ぐらいからはちょっと難易度を上げていってもいいかもしれないですね。でやっぱね千手観音が強い千手観音強い、ボスはもうほんとこれだけでいいですもんね。もうこれに代わる最強の技何か出てほしいところですけども、いやどうなんでしょうね。まあ、それもちょっと気になるところですけども、おい危ない危ない。まあ、そこもちょっと調べながらやっていこうと思います。はい、では今日からね、ロマサガ2やっていきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。